あの人の現在。ザワチンの現在2021。旦那さんの画像も話題に。マスクメイクを極めたマスクマイスターとして有名なザワチン。メイクとマスク一つで男女問わず著名人に似せることができる方ですよね。そんなザワチンの現在と旦那さんについても調べてみました。旦那さんは2020年12月24日に一般男性との結婚を発表したザワチン。お相手の男性は内装職人をされているとのことなので、ご夫婦で手先が器用なのかと思ってしまいます。旦那さんのニックネームはしゅんちゃんとのことで、お名前にしゅんがつくのかな。一般男性ということもあり、正式名は公表されていませんが、なんとお顔は公表されているんです。その気になる旦那さんのお顔がこちら。仲良しな感じが画像からも伝わってきますね。そんなお二人の交際期間は1年で、出会いはなんとオンラインゲームだったそうです。最初、顔が好みではないとのことで付き合うこともためらっていたそうですが、周りからの後押しや酔った勢いで夜中に呼び出したにもかかわらず駆けつけてくれたことなどでお付き合いに発展。そんな旦那さんの存在がザワチンにとってはマイナス4的な存在になったそうです。一緒にいると落ち着けて自然のままでいられるとのことなので、旦那さんにすごく癒されていることがわかりますね。ただ、結婚式についてはコロナ禍ということで挙げておられません。コロナが落ち着いたら祖父母や姉がいるフィリピンで挙げるとのことなので、一刻も早くコロナの収束を願いたいですね。現在、コロナ禍でマスク映えするメイクなどが女性に流行っていることもあり、再度ザワチンのメイクに注目が集まっていますね。現在ではマスクメイクの指南や監修などを行っており、様々なメディアに出演されています。イメージキャラクターを務めるアイスシルクマスクは、累計販売数100万枚を超えるヒットを記録するなど、さすがマスクメイクを極めたマスクマイスター。e スポーツチームことエレクトロニックスポーツチームのアローズブラザーズを結成や、自身の YouTube チャンネルを開設するなど、メイク方面以外にも活動を広げられています。